今回は中村二段のネット戸の対局を見ていきたいと思います。黒番が中国のプロの方で白番が中村二段ですね。これ金毛流という布石ですね。まあ囲碁 AI のね金毛がよく打つ石ですが。 ここで黒を桂馬にしてきましたね。でこの肩付きがまあ目いっぱいに踏み込んだ一手でしたね。で黒を打ち込んできましたね。まあ、普通は部分的にはね押しが普通なんですが、これ引かれてちょっと大したことないという判断ですかね。まあ、このこの場合肩付きでね黒模様がちょっと制限されてますからね。 戦いたいということですね。まあこれは白はもう戦いに行きましたね。まあつければ連絡系なんですが。 まあこういうふうに打つのもあったかなと思いますねこう打てば一応連絡系ですけどまあ全体が重いという判断ですかねまあ実践から堂々と戦う選択ですね、まあ、これはね白を手抜いている場所なのでね 白は結構苦しい戦いにはなると思うんですが一回このハサミが厳しかったですねやっぱりちょっとこの,この片付けが踏み込みすぎたかもしれないですねこれ最強の一手だったんですけどやっぱり周り黒いしたくさんあるところでの戦いになりますのでまあ、これは黒有利な戦いかなと思いますねなのでちょっと動き出すの大変ということでハサミ返しましたねまあ、これはこんなもんかなと思いますね この判断このこの石を動かないという判断が良かったですねこれ挟み返してね軽く見ましたねで黒また切ってきましたねでこれは厳しい厳しいというかこれ手筋でしたねこれはどういう意味かというとこのオサをね先手で利かそうという意味ですね 一本聞かしておこうとで、こっつみましたねまあここまでは一応まあどちらかといえば黒が主導権取って ではいるのかなと思いますね難しい形勢だとは思うんですがまあ黒弱いしっていうのはそんなにないですからねでここで打ち込んでいったのが厳しい手でしたねもう目一杯に打ってきますね もう。黒字だったところ。荒らしてしまいましたね。まあ、ただ黒石は全体繋がって厚いですので。で、ここに。黒が回れたの。で、まあ、黒は不満ないのかなと思いますね。で、左辺もう白は。 意外と白地がそんなにないのでこの左辺で大きな白地作らないと結構意外とね黒の方が地多いという感じですね。でここ受けませんでしたねちょっと受けてると左辺また打ち込まれるということで隅結構危ないんですよこれ外危ないんですが手抜きましたね。 で、押さえてで、こう進めればね、まあ、なんとかなりましたねで、こうつけ鋭い踏み込みだったんですがこう跳ね出しが最強手で、この手がいい手でしたねまあ、これ、白ね、今結構勝負手の連続で白はもうずっと白勝負手打ってるんですよでどうしてかっていうと、白ちょっと形勢苦しそうなんですよね なのですもうさっきから一番厳しい手打ってるんですがで今ちょっと黒形勢良さそうなのかなという感じなんですがまだ左辺ねこれ確定時とは言えないですからねこれは広すぎて裾掛かりとかでも簡単に左辺は左辺の白地っていうのは簡単に荒らされてしまいますのでこれでもう全然地にならないんですよねなのでこれ白地意外とないんですねなので黒優勢の局面なんですね なので、まあ、これは隅の方から受けてたらもう全然足りないということで反発ですね。でこの手がいい手でしたね。でちょっとこれ結果論になるんですけどこれちょっとやりすぎだったかもしれないですね黒としても。うんちょっとやりすぎだったかもしれないですね。ちょっと引っこなもんだったかもしれないですねもしかしたらね。 ちょっと黒もね目いっぱいに打ったんですけどこれで白が全体の白が危なそうに見えるんですが隅の白地も黒地になりましたからこれでね白がなんか包囲黒,黒に包囲されてるので白が危なそうに見えるんですがこれ実はね黒の方がね危ないんですね。 どうしてかっていうと黒こっちにつけたんですがこれは部分的には隅何か生きるぐらいなんですがこれねここ薄いんですね間が。でこれで出るんですがこんな感じで打たれてまあここの。 覗きの弱点が残ってますのでまあこれ継げばこの2目取られてしまうわけですからこれは黒が結構まずい状況なんですね。でこれで全体の白石は、ね、これ助かるわけですから。でここの黒石もよく見るとですねここの黒も結構相当弱くなってますから。 これ結論から言うと、黒が無理,だ無理だったんですね。これ黒がまずい状況になってるんですね。意外と見た目は白がまずそうなんですが、よく見ると黒の方がまずいんですね。なんで隅受けれ、本当は受けないとい,いけないんですが、受けれない状況だったんですね。受けれないということで。まあ、ここの、ここ薄すぎますから補強したんですね。 まあただこちらに跳ねられてこれで死んでしまったわけですからこれは持ち込みになってしまいましたねこれ結構中から行って持ち込んでるのでまあここでははっきり白がポイント取ったのかなと思いますねでここで形勢不明になったかなと思いますね先ほどまで黒が形成良さそうだったんですけどこれ持ち込み結構損してるのでこれは形成不明になったかなと思いますね。 といううかもう形勢逆転してるかもしれないですねこれだけ損してしまうとでこれでまた一気に黒が形勢悪くなったので今度はね黒が勝負手打ってきたんですねこれはもうすごい勝負手でしたねまあ部分的には裾掛がかりぐらい打てば左辺は簡単に荒らすことができるかなと思いますねまあこういう手を見ても左下は黒がね失敗したという。 ことで勝負手打ってるというのが分かりますよね一番厳しい踏み込みで打ってきたんですねこれもやっぱり勝負手ですよねやっぱりこれ裾掛かりぐらい打てば荒らせるんですがそれだと足りないという普通の手打ってるようじゃ足りないという判断ですねもうなんか無理やり切ってきましたねすごい手すごい勝負手ですこれは <laughs> でも全体の白を切断しに来ましたがやっぱりね黒が薄いんですねだから切ってくのは無理ですねで、まあ、ただねこの意外と無理っぽいんですがこれ粘りがあったんですね粘りがあるのでこれやっぱり形勢不明になったようですねうんこれ意外と、まあ、切断されると 結構白もはっきりしてないんですが。これで、ここの、この手が、あのー、すごいいい手でしたね。これの手が成立してるので、形勢難しくなったようですね。これは、すごいいい手でした。例えば、例えばが難しいんですが。 うん、なんか他の手だとあんまり黒が。手にならないんですね。で、ここに目一杯に広げてこれでこうになったんですね。これはお互いの負担が重い氷になりましたね。白もここの子を負けると、この外側の白石弱くなるわけですから。これはお互いの負担が重い子ですね。で、こちらにそば粉を打ったんですが。 この手が廃着になりましたね。これ、ここに打つ手があるんですね。ここに打つ手があって、これは、この手がですね、あの、コ材で効いてなかったんですね。これ、継ぐことができないわけですから、継ぐと全部取られてしまいも、しまうわけですから、これはもう、こう、こうだった場所か。これ、無条件で取られてしまったんですね。で、こうなっては黒はね、 まあここで、ここに打たれて黒投了したんですが投了も仕方なかったのかなと思いますね。というわけで今回はここら辺で終わりにしたいと思います。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。